はい、録画。こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、寺健です。今回はですね、日本のスケートパークを制覇するその6ですね。で、今は横浜市の大和公園に来てます。大和公園スケートパークですね。名前合ってるよね。はい、大和公園スケートボードコートになってるかな？はい、に来てます。で、ちなみにこれ朝、ヤマトのスケートパークで滑って、で、その後限界田公園ってとこ行ってきて、ちなみにここ3軒目です。はい、今、昼の11時半ぐらいか。なんで、今日3軒目です。なので結構疲れてるんでね。なんかちょっと、こう、ゆっくり滑れたらなと思います。それでは、ヤマト公園、行ってみましょう。
山本公園スケートコートでした。まあ滑った感じは路面は良くないですね。ちょっと荒れた感じのアスファルトって感じで、まあ、僕はそんな嫌いじゃないですけど、まあそんなね、なんか詰まってないんで、結構スピードは落ちます。で、まあ、ここの目玉は、ラウンドレールですかね。はい。2本生えてるんですけど、ラウンドレールがね、なかなかにこう、ここの目玉なんじゃないでしょうか。はい。まあね、僕はどうせ、フィフティかボードかスミス、フィーブルぐらいしかできないんで、やっぱね、それ以上のね、ことをできる人ってすごいなと思いました。はい。で、まあ、他のセクションは低いボックスが1個あって、で、まあ、高くもなく低くもなく普通ぐらいのボックスが1個あって、まあ、フラットバンク R みたいな。まあ、そんな、上級者向けではないんですけど、まあ、なんか低いのもあるし、中くらいのもあるし、まあ、誰が来ても楽しめる場所なんじゃないかなっていう、そんな感じです。まあ、ここ単体で滑り来るってことはなかなかないと思うんですけど、家が近い人とかね、来てみたら楽しめるんじゃないでしょうか。はい、というわけで、日本のスケートパークを制覇する6カ所目は、大和公園スケートボードコートでした。次もね、多分神奈川のどっかのパーク行くと思うんで、お楽しみにということで、以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。